ベリーベリープロダクションが入居する東京都赤坂ビルベリーベリープロダクションは1999年に設立された東京都港区にある芸能プロダクション代表取締役は安倍由美子女性タレントモデルアイドルを多数抱える社名のベリーベリーにはとても良い意味がなりますようにとの思いが込められている1999年にタレント活動をしていた 阿部由美子が事務所を設立。阿部は富士テレビで放送されていた人気番組オールナイト富士出身の元女性アイドルで整形大学在学中に四代目以降のオールナイターズとして出演していた。その後実業家に転身。事務所立ち上げ後、当時9歳だった小池里奈を自らの手でスカウトした。社名のベリーベリーにはとても 良い意味がなりますようにとの思いが込められている。女性タレントモデルアイドルを多数抱える芸能事務所である。現在はドラマ、月国上受験の主演小役で注目された山田美久和や実写版美少女戦士、セーラームーニや仮面ライダー秋場に出演し、TBS テレビとタッグを組んで、YouTube 番組、隣の小池で話題の小池里奈やオリコンデイリー3位に輝いた。 いちごミルク色に染まりたい。光、中高生アイドルユニット、フォボなど、アイドル活動にも力を入れている。自社制作の公開性放送番組、アイドルにさせといて。では、新人所属のタレントに、MC やリポート、ファッションショーに挑戦させ、新人のスキルを磨いている。自社スタジオもあり、レッスンも充実している。芸能タレントの妖精並びに、マネージメント音楽、映画、 演劇、演芸、公演の制作並びにその請負いと、工業ラジオテレビ放送番組。コマーシャルフィルム、コマーシャルソングの企画、制作、請負い並びに、半券事業音声、映像のソフトウェアの企画、制作、製造、販売、対応並びに、半券事業芸能人の有料職業紹介及び、労働者派遣事業海外の芸能タレント、音楽家、映画監督、 脚本家、演出家、スポーツ選手、文化人等の招待キャラクター商品の企画、販売並びに使用せしめる、管理の管理書籍、楽譜等の印刷物の出版、販売レコーディングスタジオ、レッスンスタジオの運営広告宣伝の代理業務前、各号に付帯する一切の業務出展。ありがとうございます。